エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーです。はい、キリトです。やってきました、今日はこの日です。モノノフの力2023が今年もやってます。今後ろ、愛の武将会写真撮影ですね。ちょっと並びたいですね。で、今ステージで我らが熊本城おもてなし武将隊がやってるとこなんですね。これの前が俺が推してる推し城の演舞があったんですね。去年の屈辱を写真撮ってもらったんですけど、それがなぜか残ってなかったんで、今回はちゃんと残りましたよ。なんと大将とお話しすることもできました。そしてキリトがですね、横いますけど、こっち向いて、ちゃんと伝えましたね。伝えたね、屈辱まで行ったとそれまでちゃんと行ったと。かかった時間は32時間。とりあえずですね、今回初参加の小倉城、この方々がですね、こっちの二の丸じゃなくて城西の方でやられるってことなんで、そっちの方に向かいたいと思います。城西園も着きますけどね、今からでしょうね。ちょっと楽しみにしてたんで。で、今日の俺のミッション、まだ残ってるんですか。今日明日のミッションだった推し城と一緒に写真撮ってお話しする任務達成です。俺も一つは任務達成してお城まで行きましたってやつね、今回お市場用にですね用意してきた秘密兵器があったんで、絶対これ分かってもらえると思ったんですよ。分かってくれましたもんね。リュックの中にね、豆吉くん持ってきたんですよね。途中で気づいてくれましたよね。餃子では餃子在来青大豆というものがありまして、これを広く知っていただくために青大豆の歌というものができております。聞いたことあるよって方いらっしゃいますでしょうか。結構いるね。そんな中で実際青大豆も食べたことあるよって方いますでしょうか。見えなくなっちゃった。だいぶ少ないですね。じゃあイメージだけでも覚えて帰っていただきたいなと思いますが、あ、豆吉くんも持ってくださっている、ありがとうございます。エルちゃん、忘れてました。推し城ばっかりのことで熱くなりすぎたんですけど、はい、別にミッションがあったの忘れてました。推し城以外、はい、演舞の中で踊ったりされてるやつので3つ実は一緒に俺も踊ろうと思ってるのがあったんですよ。 あったね、はい、で何気に途中からで間に合ったので、伊達武将隊の御座印音頭、はい、頑張って踊ってました。はい、でその後に推し城の青大豆の歌、うん、あれも頑張って俺踊ってました。踊って、ね、はい、であと一つですね、うん、山形、あ、アイドル状態、はい、さくらんぼ体操、はい、あれを踊らないといけない。アイドル状態は二の丸が多分昼からだったか忘れたんですけど、いや確かね、お市場が天守閣のところだった気がする。今日明日とあるんで、その中でさくらんぼ体操をどうにか、やりたいなと。それが残ってるミッションの一つです。エルちゃん、ゴンリエドゴング浄土の我が信念、幾度の苦難を乗り越えてついに掴んだ天下太平、皆の笑顔が我が宝、400年の時を超え再び燃える三河武士、我こそ江戸幕府初代将軍徳川次郎三郎家康、我ら、あ、我グレート家康公葵武将隊、我らが伊達武将隊、伊達の歴史と
仙台宮城観光の魅力を伝えるべくよみがえりし伊達のもののふ、これよりは大御所様に続き我らが時報を務めてまいらん。我ら伊達者の生き様、伊達の魂、皆の心に刻んでみせようぞ。我々は埼玉県行田市観光ピアリ隊推し城おもてなし甲冑隊だ。こんにちは。熱き思いをこの胸に我ら熊本城おもてなし武将隊、我らはここによみがえる。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここによみがえる。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか、共に悩もうではないか、共に喜ぼうではないか、共に楽しもうではないか、共に生きようではにゃか。我ら名古屋をもてなし武将隊参る。未来の海に夢馳せて時を超えてよみがえる詩は我ら神戸広まりたい。エルちゃんね、明日ジブリ行こうか。ジブリ展があってるから。分かった、いいよジブリ。俺武将隊見よっけ。16時半に、ね、駐車場終了です。バラバラ。いや見ようよ、猫バス乗ろうよ。もしかしたら楽しいかもしれんじゃん。ジブリ展はまだあるでしょ。武将隊京都明日だけよ。すれ違う人がみんな持ってるんだもん。俺も気になるじゃん。だってもう熊本であるかどうかも分かんねえんだろ。あるとは思わなかったけど。本当ね。ファイナルで終わりだと思ってたから。そうね、やっぱひた隠しにしとったとよ。城西園で見た小倉城の、よかったね。びっくりしちゃった。全員集合で演舞したらすごいことじゃないですか。そうね、だって熊本城おもてなし武将隊以上だったっけね。約倍だもん。エルちゃん、あーご飯食った。並んだ甲斐がありましたね。あ、撮りましょうか。そっち行かれたら写真撮りますよ。なんでいいんですか、うん、そんな恥ずかしがっちゃダメっすよ。今日誰のためのイベントと思ってると思う。俺のため。そうよ。見てんこの人の多さ。去年ファイナルより多いんじゃない。キリトのためにこんだけ集まっとるとよ。分かっとるとね。あざす。この後はですね、天守閣の方に移動しまして合同を見たいと思います。熊本城で会おう。Lちゃん疲れましたね。歩きすぎて足が。今年も結局最後までいなかったという。まあ、ね、1日目だからね。肝心なのは明日だもんね。でもやっぱり熊本城ぐるって回っていったじゃん今日。結構答えたな。帰ってきましたよ。はい、お帰り。ああ、もうなんか今回も最後までいなくて、うん、というか本当疲れましたね。なんで途中で切り上げて帰ってきたんですよ。はい、まあ本当帰り眠くて渋滞もしてたけどね、うん。もうやっぱ歩き疲れたんでしょうね。うん、ぐるっと回ったからね、疲れました。でまあ今回の熊本城で会おうもののふの力2023行ってきたんですけど、今日と明日の2日間で予定してあって、また明日も頑張って起きて行こうかなと思ってます。
そしたらですね、初日はここで終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。また明日も俺たちにかかってこい。